民放連は毎年優れた番組や放送技術を表彰していて、 UHB は去年も技術部門で優秀賞を受賞しています。今日東京で授賞式が開かれました。受賞したアプリは記者やディレクターの負担を軽減するために開発されました。ファクスから生成 AI を通じ自動で原稿の書稿を作成、記者やディレクターのスマートフォンに共有します。ナレーションをシステムに読み上げさせ動画を作成したり、配信用の縦型動画を簡単に制作したりもできます。